京都祇園祭は京都市東山区の八坂神社の祭礼で明治までは祇園御領会と呼ばれた上元年間より続く京都の夏の風物詩である祭り行事は八坂神社が主催するものと山鉾町が主催するものに大別される一般的には山鉾町が主催する行事が祇園祭と認識されることが多くその中の山鉾行事だけが 重要向け民族文化財に指定されている。山ぼこ町が主催する諸行事の中でも、ハイライトとなる、山ぼこ行事は、山ぼこが設置される時期により前、祭りと後祭りの二つに分けられる。山ぼこ行事は、酔山山、山ぼこ巡行が著名である。八坂神社主催の神事は、神与と魚や、御腰洗いなどが著名で、花笠連合会が主催する花笠巡行も、 八坂神社側の行事といえる。よ山、よい山、よい,よ,い山よ,いよい山には、旧家や老舗にて伝来の屏風などの宝物の披露も行われるため、屏風祭の異名がある。また、山ぼこ巡行では、様々な美術工芸品で装飾された重要有形民族文化財の山ぼこが行動を巡るため、動く美術館とも例えられる。気温祭りは、 数々の三大祭りの一つに挙げられる。京都三大祭り、日本三大祭り、日本三大引山祭り、日本三大美祭のうちの一つであり、日本を代表する祭りである。祇園祭という名称は、八坂神社が神仏集合の時代に、比叡山に属して、祇園社と呼ばれていたことに由来する。祇園社の祭神の後図天皇が、仏教の聖地である。 祇園象者の守護神であるとされていたので、祇園神とも呼ばれ、神社名や周辺の地名も祇園となり、祭礼の名も祇園御了解となったのである。なお、祇園の語源については、祇園象者の項目を参照。その後、明治維新による神仏分離令により神社名が八坂神社となった際に、祭礼名も仏教職を排除するため、祇園御領会から祇園祭に変更された。 加納英特筆、落中落外図屏風に描かれた擬音階の様子。手前右は、船鉾。左は、岩と山。イカ手前から奥へ鳥鉾。白楽天山、観光鉾。右上隅は、灯籠山と、四条笠鉾。薬病の流行により朝廷は863年、上泉園で初のご霊会を行った。ご霊会は、液診や、 死者の怨霊などを沈めなだめるために行う祭りで、薬病も恨みを現世に残したまま亡くなった人々の怨霊のたたりであると考えられていた。しかし、その後も薬病の流行が続いたために、五図天皇を祭り、五霊会を行って無病息災を記念した。864年から、富士山の大噴火が起こって溶岩が大規模に流出して山陸に達し、 869年には、道の区で、上岸地震が起こり、津波によって多数の犠牲者が出るなど、全国的に、地殻変動が続き、社会不安が深刻化する中、全国の国の数を表す66本の矛を、浦部日露マロが建て、その矛に、諸国の悪霊を移し宿らせることで諸国の穢れを、払い、御子三期を送り、薬師如来を本事とする、五図天皇を祀り、 ご礼会を取り行った。この869年のご礼会が祇園祭りの起源とされており、2019年には祭りの1150周年を祝うほど長い歴史を持っている。ご礼会が生まれた直接の背景は平安京ともとが内陸の湿地であったために高温多湿の地域であった。こと、県都による人口の集中、上下水道の不備などにより起こり、木さ。 赤病、赤痢、マシンなどが大流行したこと。その原因が、先に大水害により挫折した長岡京戦と工事中に起きた、藤原種具暗殺事件で無実を訴えながら、亡くなった沢良新能ら6人の怨霊の仕業との怨霊師らによる権威ある牧戦があったこと、などである。さらに、一世紀後の970年からは、毎年行うようになったとされる。 これらの彩色は、神仏混虹であるばかりでなく、恩苗道や主剣道の儀式も含まれていた。真夏の祭りとなったのは、上水道も冷蔵庫もなかった時代は、真夏に多くの感染症が流行し多くの人々が脱水症状等で亡くなったことが原因の一つと考えられる。876年には、針間国広報から後頭天皇が京都に潜座し、 現在の八坂神社の地に落ち着いた。そこに、祇園社として祀られ、関心院と合して、比叡山延暦寺に属した。中世を通じて、祇園社は、比叡山延暦寺の末寺とされ、三門の落中支配の拠点となった。比叡山の鎮守である、日吉権元の参納祭が行われない時は、祇園御了解も連動して、中止、延期されることが多かった。 祇園五了解は、早々期から現代に至るまで、祇園者の御子塗業を中心とするが、これに現在見られるような山鉾が伴うようになった時期は、明確にはわからない。鉾の古い景色は、現在も京都市東山区の淡田神社をはじめ、京都周辺から滋賀県にかけて分布する剣鉾に残っており、祇園五了解の鉾もそれに類するものであったと、推定される。 現在の山鉾巡行の原型は、鎌倉時代末期の花園天皇新規建行元年7月24日上の記述から伺える。それによれば、護を取り巻く護衆の周りで、鼓田たちが風流の部局を演じたというものである。南北朝時代には、富裕な町人僧が競って風流表紙物を繰り出し、さらに、 室町将軍家が調信した、久世舞者や西人の大トネリザが出した、詐欺舞など、様々な形の夫妻の芸能が、盛んになった。室町時代に至り、市場室町を中心とする下行地区に、商工業者の自治組織両側長が成立すると、町ごとに趣向を凝らした山ぼこを作って、巡行させるようになった。 それまで単独で巡行していた、竿状の矛と、ケツコブを演ずるチゴを乗せた屋台が合体して、現在見られるような矛車が成立し、さらに、主に猿が苦悩の演目を移した作り物の、山が加わることによって、室町時代中期には、楽中落外図に見られるような、京につながる山矛巡行が成立したものと見られる。 応仁の乱の中断後の1533年には、戦術の理由による、遠逆寺川の訴えにより、擬音者の祭礼が中止に追い込まれたが、町衆は、信じこれなくとも山ぼこ渡たしたしという声明を出し、山ぼこ行事がすでに町衆が主体の祭りとなっていたことを伺わせる。天文二年、天文北景一のさなか、炎寺と結託した幕府の擬音改定の命令に、対して、 町衆たちが、神事なくとも、山鉾渡ししたしと迫り、神事は中止されたものの山鉾巡行は行われたと、いう。町衆の自治的性格を象徴する話として、特に有名である。これに先立って1500年に、応仁の乱による33年の中断を経て、祇園祭りを復興するにあたり、室町幕臣の松田豊前守る来領が、過去の山鉾について、 古老の者より聞き取りを行い、応仁の乱以前の60期の山ぼこを知る、唯一の資料とされている、祇園会、山ぼこごととして書き留めたほか、初めてのくじ通り式を、来漁支宅で行い、町人主体の祭りとなるよう、祇園執行に、申し聞かせるなど、祇園祭りの最高に尽力し、現在に続く、山ぼこの数と名称が固定した。来漁も自身の在職中に、 祇園祭りが再興されたことは明画であると記している。1920年代の祇園祭江戸時代に発生した京都の山大火事によって祇園祭りも大きな被害を受けた。1708年の放映の大火ではまだ山鉾も素朴な形式であったために復興が早かった。しかし1788年の天明の大火の被害は大きく、観光鉾は 復興に50年を要した。その後の山鉾復興は、火星文化の波に乗り、山鉾の大型化、部品、建造品のカビ化が進み、引山の多くも仮屋根から、鉾と変わりない千鳥破フをかけるようになった。しかし、溶山は1826年の巡行で大雨に、あって、建造品を破損したとして、巡行に枯れしなくなった。 幕末の金門の変によって発生した1864年の、どんどん焼けは、山鉾町に多大な被害をもたらし、ほぼ無事だったのは、なぎなた鉾、かんこ月つき岩戸山、あられ天神山、白河山,山、安政山だけであった。引き続いて、明治維新の混乱期に入ったため、菊水こ大船ほこ綾笠ほこ東老山、四条笠ほこは、 以後長い間断絶した。明治維新以後、山鉾巡行を支えていた宿り基調制度が廃止され、行事の存続が危ぶまれる時期を乗り越えて復興した。巡行コースの度重なる変更や、第二次世界大戦での中断はあったものの、戦後は、菊水矛を皮切りにして、中絶していた、休み山が1980年代に、次々に復興した。 高度経済成長期の交通事情の悪化により前、祭り、後祭りを統合して、行動巡行にした時期を経て、2014年からは、後祭りも再開され、古式を保つ努力が続けられており、祇園御領会としては1,150年を超える歴史を誇る。明治時代の祇園祭りは、これらの歴史でもあり、1886年、1887年、 1895年にこれらの影響による祇園祭りの延期が確認されている。また、これらを克服して日本を衛生管理の行き届いた文明国家としてアピールするのは日本の急務であり、死尿の運搬制限や飲食物の注意呼びかけなど、これらのために様々な対策が取られた。室町時代以来、祇園祭りのクライマックスは、 山ぼこ巡行であるが、現在では、巡行の前夜祭りである宵山に毎年40万人以上の人が集まるため、祇園祭といえば、宵山を先に思い描く人も多い。第二次世界大戦後、京都市の中心部もドーナツ化現象が進んだことにより、多くの山ぼこ町の居住者が減少し、山ぼこ行事の運営に支障が出た。そのため引き出をアルバイトに頼ったり町内にある企業に、 応援を依頼することが増えた。その後町内にマンションが建った場合も新しく転入した住民は新住民などと呼ばれ、以前は山ぼこ保存会に入会できなかった。1986年以降、各山ぼこ町は順次新住民の保存会加入を認めるようになり、現在では新しく建つマンションの居住者に保存会加入を進めるところが多くなっている。以前多かった。 五福祥などの減少とその後に多く建てられたマンションにより多くの山鉾町が保存会課員不足から脱している。現在では市条烏ラ交差点に近いなぎなた鉾、観光鉾の町内は居住人口がゼロで妄想山、鳥鉾の町内も人口が極めて少ないが最も人口が多い東籠山町は相次ぐマンションの建築により 人口が約750人に達している。祭礼などの行事が国の重要無形民族文化財に指定され、それと共に与た山鉾などの用具が重要有形民族文化財に指定されているものは日本全国で5例のみで、その中の一つが祇園祭りである。大船鉾1965年まで7月24日に巡行を行っていた後祭りを、 大船鉾の再建に合わせて復活させる機運が高まり、2012年になって、2014年の巡航から大船鉾を巡航に参加させ、同時に後祭りを復活させる方針を決めた。ただし、実際の復活には、警察や地元町会等との調整が必要で、正式の復活発表が遅れていたが、2013年8月に2014年の 巡行から前祭りの23期と後祭りの10期に分かれて、宵山や巡行を別日程で行うことになった。巡行コースは、現在の巡行コースの逆ルートとなった。これは、かつての後祭りのコースが3条ガラスマをスタートして、3条寺町から寺町2を南下し、市場寺町から市場通りを採行し、市場ガラス丸で解散するという時計回りのルートで、 あったことに習ったものである。現在の山条通りや寺町通は、引山の巡行が不可能な構造であるため、すでに巡行に、対応済みの現在のルートを使用することになったが、将来的には山条通りの巡行を検討する。山鉾の飾り付けは、先祭りと同様によいよい山から開始するが、前祭り同様、その前日夕刻から飾り付けを開始する山鉾もある。 有料観覧席は前祭りは、寺町お池から新町お池に至るまで設置されるが、後祭りでは、京都市役所前に相当する河原町お池から寺町、お池の間だけに設置される。ただ、この区間は、山鉾巡行に引き続き花笠巡行が観覧できる場所である。寺町お池から河原町お池から四条河原町の間は、山鉾巡行のコースと花笠巡行のコースが、 重複しており、両方の巡行が一度に観覧できる。後祭りの復活は、祭りを本来の姿に戻すという意味のほか、多くの問題の解決策という面もある。山ぼの復興が進んで33期にまで増加した、山ぼの巡行は、最後の歩行が、解散地点である大池新町交差点に到着するのが13時30分前後までかかり、交通規制が長時間になったことや、 戦闘から最後までの山ぼこを全部見ると2時間を超え、後祭り巡行列が来る頃には、有料観覧席に空席が目立つようになるなどの弊害が目立っていた。宵山期間の人出の多さも問題となっており、後祭りの日程追加により、人出の分散が期待された。ただ、2014年の前祭り巡行は、前年度の山ぼこ巡行よりも9期も山ぼこの数が減ったのに、 巡行の終了は逆に20分増加した。また、洋山期間の人出も14日の露天出典、歩行者天国を中止したところ、7月14日の人出は半分以下の8万6千人になり、7月15日16日に人出が集中した。特に7月16日は、前年の27万人の人出から34万人へと、大幅に増加するなど、課題を多く残した。 後祭りの2014年の人では21日から23日までの、4山期間の人では、それぞれ4万人、2万人、5万人で、前祭りに比べればかなり少なかったが、落ち着いた雰囲気を評価する声も多かった。巡行は前祭りの11万人に対し後祭りは6万人を集め、前祭りの半分以下の規模であることを考慮すると、まずまずの集客であった。しかし、 2015年の後祭りを山期間は、台風の通過や曜日配列に恵まれず、21日は7000人、22日は5000人、23日は1万7000人と、大幅に減少し、集客面での課題を残した。反面、後天に恵まれた後祭りの山ぼこ巡行は前年と、同じ6万人を集め、悪天候だった前祭りの山ぼこ巡行とほぼ、変わらない集客となった。 三年目となる2016年は、宵山期間は八千人、一万人、二万人と、二年目より少し増加した程度であったが、巡行は日曜日と重なったこともあり、十万人を集めた。ことわざで時期を逃して、用をなさないことを、後の祭りという。この語源は、遺説もあるが、前祭りでは豪華県ラなナ保護が多数巡行するのに、対し、後祭りでは、 山鉾の数が少なく小規模であることから、前、祭りを見逃して残るは、後祭りしかないような状況を指すようになったという説もある。かつては、旧暦6月に行われていたが、現在では、グレゴリオ暦7月に行われている。新暦以降後も、幾度も、日程の変遷があるが、以下に示すものは2014年からの後祭り復活後のものである。なお、 開始時刻は前後することがある。7月1日にその年のなぎなた鉾町ちごが初めて、公式に、やさか神社に参拝し、ちごに選ばれたことを報告し、祭りの無事を祈る。本殿の斜め向かいにある、と期間で、身支度を整えたちごとハゲの3人は、9時45分頃には、関係者らと本殿に入り、10時頃に神事が始まる。ちごは13日のちご社産の前で、 正式に神の使いとなる前であるので、白塗りの化粧をしているものの、冠などは被っておらず頭髪が見えており、衣服も十三日以降とは異なる。また、自分の足で歩く。その後十時二十分頃から、一行は本殿前で二礼に拍手一礼の参拝を行った。あと、時計回りに三回本殿を回る、お先導を行う。途中本殿裏と本殿前に至った時に、 それぞれ二礼に拍手一礼の参拝を行う。三回本殿を回っただけで、お先祖と呼ぶのは、かつては、地後は三百人以上の人を従えて参拝したので、延べ千度回ったと解釈し、お先祖というのである。ただし、現在は三十人程度しか従えていないが、旧礼に従って三州だけで、お先祖と称しており、あやかさほこちごお先祖や、宮宮びやお先祖でも同様となっている。 1500年侍どころ開校、松田豊前守ら来行により始められた、くじ取り式、くじ改めで、武行役を務める京都市長山鉾のその年の、巡行順をくじ引きによって決める儀式。王仁の乱後33年間中断していた、祇園祭りを復興する際に、激化した順番争いを収めるために、室町時代の1500年、当時の侍どころの役人であった。 松田豊前守まえ守る来支度でくじ取りを行ったと伝えられており、現在もこの神事は、当代の京都市長が上下姿の松田、より焼役として参加するものとして続いている。その後、長らく六角堂で開催されてきたが、1953年から京都市役所の市会議場で開かれるようになり、現在に至る。現在は7月2日に行われている。 まず前祭りのくじ取りを行い、引き続いて後祭りのくじ取りを行う。一般の傍聴席での見学は往復はがきで申し込み当選した人に限られている。山鉾町の人々はこの後すぐに八坂神社に謝山し、巡行順が決定したことを報告する。鴨川の水でみこしを清める神事。飾りを解いた状態の中魚座を遊国市場を橋へ運び出して行う。 新交祭に先立つ7月10日と観光祭の後の7月28日の2度、ある。これに関連する習わしとして、お迎えちょうちんがある。これは町衆が、みこしの到来を祝して、自主的に始めた行列で、先のみこし洗いの日の夕方より行われ、後のみこし洗いには行われない。なお、雨天時には、お迎えちょうちんは大きく省略されたり中止になったり、する。また、 大雨時や暴風警報が発令された時などは、御し洗い自体が大きく省略され、八坂神社境内だけで、すべての行事が行われ、市場通りには出てこなくなる。この御し洗いで担がれる御しは4基すべての、御しではなく、スサノオ村を乗せる、中魚座1期である。担ぎ手は、新交祭で、東魚座を担ぐ4若御し会が担当する。 18時からみこしくらでの儀が始まり、中魚座は飾り付けをされない状態のまま、南楼門の外に置かれ、他のみこしは舞殿にあげられて飾り付けが行われる。19時頃にまず、大大松が八坂神社を出発し、四条大橋まで往復して、神社と四条大橋の間を清めた後、19時半頃に、中魚座は4本の松明に守られて、四条大橋に向かう。 西郎門下では子供たちがちょうちんを持って迎えている。前ではみこしを大きく揺らして、鈴を鳴らす。市場大橋でもみこしを大きく揺らして、鈴を鳴らす。二十時頃に、市場大橋の上で、朝の神用水清し払い式で汲んだ水を榊に、含ませて、大きく振りかざし、みこしに振りかけることにより、清める。みこし洗いの名であるが、一般的に言うところの、 洗うわけではない。この際、酒器に含まれた、紙用水は見物人を含めた周囲の人にもかかる。神官も、あえて周囲の人にもかかるように酒器を振る。飛沫を浴びると役よけになるという。煮こ洗いを終えた、中魚座は、八坂神社に、元のコースをたどって戻る。西老門下では再び、子供たちが蝶賃を持って迎えている。 21時頃に境内に戻った中魚座は、舞殿の周りを二周した後、舞殿にあげられて飾り付けが開始される。並行して、境内では、詐欺舞などの子供による芸能が行われる。なお、八坂神社からの出入りは、市場通りに面した西楼門ではなく、本殿の正面にある南楼門を使う。後の御腰洗いでは、お迎えちょがないことのほか、 境内に戻った中魚座は、そのまま三越湖に収められる点が違う。7月13日には11時に、薙刀鉾の14時には、クセコマ型茅子の車産が行われる。薙刀鉾茅子車産は、まず茅子一行は10時頃に、薙刀鉾の懲戒所を出発する。茅子は、カリギ犬とエボシ姿で馬に乗り、ハゲ二人は、徒歩で神社に向かう。一行の服装は、 ちごやハゲに赤い傘を差す人、馬を引く人や荷物を運ぶ人は白い水管姿で、先導役はなぎなたほこの浴衣姿で、町の役員やちご、ハゲの父親は上下姿である。一行の最後には和装のちご、ハゲの母親が続く。市場通りは通行止めにこそならないものの、ちご一行を自動車は追い越すことができず、市場通りの投稿は、 路線バスを含めて、地後の後を、徒歩のスピードで続くことしかできない。バスは1時間近く遅れることもある。八坂神社への参入は、三越と同様に南老門からとなる。10時45分頃に、南老門前に到着した地後一行は、地後が下橋服装などを整え直した後、徒歩で本殿に、正面入り口から参入する。本殿内の儀式は、一般公開されていないが、 神事が行われて、地獄は来い。少々、十万国大名の位と格式を授かるため、なぎなてほこ地獄者さんは、おくらいもらいとも呼ばれる。この神事以降は、正式に、神の使いとなるため、公式行事の場では決して地面を歩かなくなり、合力の方に乗って本殿から退出する。以前は再び馬で帰っていた時期もあったが、現在は、南老門前の、 中村郎で食事をした後に、14時頃に、ハイヤーに乗って宿舎に帰っていく。これ以降、地後ハゲは17日の巡行と、屋内開始までを、地後の宿舎となっているホテルで過ごすことになる。14時には、クセコマ型地後の車産が行われる。現在のクセコマ型地後の車産は、馬で神社に向かうことはせず、ハイヤー等で、八坂神社境内にある。 時は震度のという建物に入り、ここで、身支度を整えて13時45分頃に、時は殿を出発し、徒歩で、南側の道路に出て、南楼門から境内に入り本殿に散大する。南楼門前を通過する際には、中村楼内にまだ、なぎなてほこちごの一行がいることが多い。ちごは、新交祭と観光祭で、それぞれ別のちごが選ばれているので、二人並んで歩いて、 三大する。癖駒形チゴは、なぎなたほこちゴよりも数学年ほど、年少の小学生が選ばれることが多い。7日のあやかさほこちゴの社産も癖駒形チゴの社産と同様に、時は深度のからスタートする。あやかさほこちゴは、制服合計6人に選ばれるが、小学校低学年から幼稚園児ぐらいの幼い子が、選ばれるので、止まっていてもじっとしていないことが多い。 14時過ぎに、時は震度のを出発し、クセコマ型地ごと同様に徒歩で、南側の道路に出て、南老門から境内に入り本殿前でて特地を清めてから本殿内に散大する。14時20分から30分頃からの本殿での、神事の後、本殿を時計回りに参集する、お、仙度が行われる。お、仙度の後本殿前で、各自の記念撮影を行い、 その後は一時的に閉じられた南ローン前で、全員の集合写真を撮影した後、再び列を作って、時は新殿に戻っていく。なぎなたほこちご以外は、ホテルに缶詰になることはなく、祭りの時以外は普通の生活を送る。なお、なぎなたほこちごは1日にすでに汚染度を済ましている。ほこ立て中の観光ほこ,ほほこの引き染め山ぼは、普段は、核。 山ぼこ町が所有あるいは沈着している蔵や、沿山公園にある収蔵庫である、祇園祭山ぼこ館に解体して収められている。高さの高い鉾や引山と、小規模な柿山では建て方が異なるが、いずれに背翼儀を一切使わず、縄だけで組み立てていくのは共通している。大規模な鉾の組み立ては、普通3日間かかる。初日は、基礎部分の組み立てが行われる。 二日目は基礎部分を横倒しにし、二十メートル以上の高さがある。薪や引山の場合は高い松の木が取り付けられ、テコの原理を利用して引き起こされる。昼前後に行われる矛の引き起こしは、鉾立て最大の見どころである。引き起こしには山ぼこにより、ウィンチを使ったり、昔ながらにロープを人力で引いたりするが、 関係者だけで作業を行う山ぼこが多い中、北観音さんは、周囲の観客にロープを引いてもらって、山を引き起こす。矛の場合、薪を取り付けた後にご神体である、天皇人形の取り付けが行われる。ほとんどの矛では、群衆にご神体が間近で、見えないように布で隠して取り付ける。布には、紐がついており、矛を引き起こして、天皇人形がある。 程度地上が離れてから紐を引いて布を取り外す。その他、菊水保護は引き起こし直前に榊につける大量の白塀を付近にいる人たちに取り付けてもらうなどの保護による手順の際がある。三日目は屋根の取り付け、車輪の取り付け、飾り付けなどが行われる。引山建ては岩戸さんは三日間かけるが、後祭りの引山は二日で完成させる。 この場合、引き山の引き起こしは、初日の15時から16時頃に行われる。3日目の15時前後には、引き染めが行われる。これは、数百メートルの往復を行って、巡航のテストを行うのであるが、引き出に4人近世のある矛であっても、この時ばかりは付近にいる人なら、男女、老若、国籍に関係なく、誰でも矛や引き山を引くことができる。ただし、 悪天候時は、幼児の参加を断る場合がある。一部の保護、引山では最後まで引き染めに参加した人にお礼を渡す。保護、引山により、無料等保護券であったり、薬よけのお札であったりする。子供限定で菓子や飲み物が渡されることもある。山坊子町にある企業や短期大学の女性が、浴衣姿で参加したり、 幼稚園児や小学校の生徒が団体で参加したり、外国人観光客が飛び入りしたりと、山ぼこ巡行とは違った姿が見られるが、林方や温度方等が乗り込み、なぎなたこには、ちごも乗り込むことは、本番と変わらない。観客が本格的に祭りに参加できる、ほぼ唯一の行事である。ただし参加希望者が多いため、人気のほこであったり、週末の場合は、 かなり早めに行っておく必要がある。これが終わると、ほこ、引き山の前後に、駒形ちょが取り付けられて、明かりが入れられ、祇園林の演奏が始まる。全祭りの市場通り、室町通りに位置する、ほのほ立ては7月10日から、新町通に位置するホコ、ほ引き山のほ立て、山立ては7月11日から行われる。後祭りのほ 引山7月18日から大船鉾建が7月19日から引山建が開始される。柿山の組み立ては鉾の基礎部分だけの組み立てに似ており、普通は半日で組み立てが完了する。一部を除きよいよい山の前日の午前に山建が行われる。妄想山や橋弁慶山のようによい,よい山の日の早朝に山建を開始し、 昼頃までに完成させるところもある。全祭りの灯籠山と後祭りの橋弁慶山、八幡田山は書き始めが行われる。長らく橋弁慶山だけが書き山の書き始めを行ってきたが、町内住民の増加により、2012年に灯籠山も約140年ぶりの書き始めを再開した。他の書き山でも、 飛行式に組み立て終わった山を動かしてみるところも、あるが、両山のように山を本番同様に飾り付けて、書き始めするところはない。橋弁慶山の書き始めは関係者だけで行うが、灯籠山の書き始めは、祖のように引き綱を臨時に取り付けるので、祖の引き染めと同様に観客であっても参加できる。八幡山の書き始めは2013年から始められた。灯籠山。 橋弁慶山と異なり、飾り付けを行わない状態での書き始めである。公式には関係者だけで行うことになっているが、実際には一般人の飛び入りが見られる。傘鉾は基本的には傘を開くだけなので、鉾本体の設置は簡単である。四条傘鉾は前祭りの良い良い山である7月14日の朝に設置される。傘鉾の設置そのものよりも、 駒形町賃の設置の方が面倒となる。古式一里塚松飾り式とも言う。7月14日の14時頃に松原中の町長会所の奥庭にある庄司である松原中の町安坂神社を参拝する形で行われる。八坂神社側の公式行事ではない。1955年まで前祭り巡行は松原通を通っていたが、その際に、 なぎなたほこの地後は、なぎなたほこ町の宿り基調であった、巡行路途中の松原中の町の町会所で休憩し、その際に、町会商区のほこらにも出ていた。巡行路が変わり松原2を、ほこが巡行しなくなったため、しばらく断絶した後、7月17日の巡行の日に、松原中の町の人々が、京都市役所前に出向いて、 なぎなたほこだけでなくすべての山ぼこの関係者に冷たい茶や菓子を振る舞う行事となった時期もあった。現在では7月14日に、千ご谷八坂神社、なぎなたほこ町関係者が松原中の町長会所に出向いて、神事を行う。千ご一行は、山ぼこ町に隣接したところにある千ごの宿舎となっているホテルを13時40分頃に出発し、徒歩でまず、 安政山の会所をもう出てから、祇園床というとこ屋だった建物の奥にある、松原中の町長会所に至る。雨天時などはコースを変えたり車を使うこともあるようで、ある。神事の後、冷水で出した薄茶を千ごら関係者に振る舞う。14時30分ごろ神事が終了し、旧、祇園床の建物の前で千ごを中心にして、記念撮影をした後、 再び徒歩で安政山経由で宿舎のホテルに戻る。地語が出発した後、町内関係者の参拝が終了次第、付近にいる一般人にも町会所屋の祠の参拝が許される。以前は一般人にも薄茶を振る舞っていたが、現在は薄茶は関係者だけしか飲めない。八坂神社側の行事ではなく、松原中の町側の行事で、八坂神社や、 ちご等は、招待客という扱い。この日のちごやハゲは和装にげたばきで、なぎなたほこの人に赤い傘をさしてもらっているが、白塗りの化粧をしておらず、唇あたりに薄く、くれないをしている程度で、冠も帽子も被っていない。また、13日のちごさん後ではあるが、非公式行事であるため、ちごは普通に地上を歩く。この日から3日間、ちご、 ハゲは夕刻に非公式に八坂神社を参拝するが、中野彫刻と同様のいでたち、薄毛章で地上を歩く、千玉祭りとも言う。神霊を本殿から御輿に移す行事。7月15日に行われる。19時45分頃には本殿と御輿が置かれた舞殿の間に、締縄が巡らされ、神の道の結界を作る。 本殿と舞殿の間には神霊を移す神官が通るために小座が敷かれる。十九時五十分頃から本殿内で神事が始まる。画楽の演奏とともに宮司によるノリとや関係者による礼拝が一通り行われた後、二十時十分頃から戦後の儀が行われる。境内の照明がすべて落とされて、本殿前は上安すなわち神事を取り行う、際の穢れのない暗闇に包まれる。 もちろん街中の神社であるので漆黒の闇にはならず、すぐに目が慣れる。やがて本殿から、かすかにことの音色が聞こえてくると、兵を振る神官に先導され、白い幕で隠された神霊が、舞殿に向かう。神霊を運ぶ神官の足元だけが小さな明かりで、照らされる。先導の神官は兵を振りながら、警筆の声を上げる。今から神が通るという合図の、 うおぉという低い声である。心霊移しは、本殿と毎度のお三往復するわけではなく、一度で三つの御しの心霊を移す。毎度の城で別の御しに移動する時や、最後に新館一同が本殿に戻る際も、軽筆の声を上げる。新館一同が本殿に戻ってしばらくすると照明が再び点灯され、宵宮祭りのクライマックスは終了する。 最後に関係者、新館一同が、御しの正面側から拝礼して行事は終了する。行事の終了とともに、一般参拝者も御しの正面からの参拝が許される。行事の前に繰り返し、照明が消されてからの写真撮影、ビデオ撮影、特にフラッシュの使用は禁止である旨の案内がある。なお、七月十四日の観光祭で三つの御腰が、八坂神社に戻った際も、 神霊を本殿に移す際にも10分ほど照明を消す。恋山の懲戒書飾り。奥にある見送りは16世紀、ブルッセル製のタペストリーで、ホメーロスのジョジシ、イーリアスに取材したもの。仕立て直されてはいるものの16世紀のタペストリーが、伝生するのは極めて稀であり、大航海時代の東西交流を物語る貴重な資料として、議論会恋山飾り月釣りの名称で、 国の重要文化財に指定されている。観光コホコの地牧山鉾からは、祇園林の根チ,チンという独特の節回しが聞かれる。現在のような林ができたのは江戸時代から。また、ゴブラン織をはじめとする豪奢な山鉾の飾りも見どころの一つである。山鉾の飾り付けは巡行の三日前から始まり、この日を、よいよいよ山と俗に言うが正式には十四から十六日まで。 夕刻より始まる祭りはすべて宵い山、ま。宵い山という言葉に前夜祭りの意味はなく、単に夜祭りを表す。ただし、近年は宵い山の前日の夕刻から飾り付けを開始するところが多くなっている。二日前が宵い山と俗に呼ばれる。山ぼこの前後には、駒形提灯という提灯群が取り付けられ、夜に提灯に明かりが灯る様子は、 巡行と並ぶ祇園祭りの象徴的な光景である。宵山機関は昼間から書く山鉾町の町会所に展示されている宝物を見学できる。すべての柿山の町会所や引山の岩戸山、溶山、鉾の放火鉾は無料で見学可能。船鉾は1階のご身体のみ無料で見学可能。大船鉾は一部の身体,体のみ無料で見学可能である。 ここでは各山ぼこの御神体人形にちなんだ利益があるとされるお守りや五冊、ちまきを販売している。また、各町会所にはスタンプや主印が設置されており、主印集めをする人も多い。町会所は表通りに面したところもあれば、細い路地の奥にあるところもある。町会所の中には100年以上前から伝えられた建物もある。祭りの期間。 一般の家や会社は白い町賃を掲げているが、町会所の入り口だけには赤い町賃が設置されており、町会所の目印となっている。町会所には町の人々や関係者が詰めている。妄想山のように町内居住住民がほとんどいないため、町内のオフィスビルの会社や銀行から従業員が浴衣姿で応援に出るところもあれば、灯籠さんのように近年町内に 新しいマンションが次々に立ち、新住民の増加で、町会所や、ちまき売り場が賑やかなところもある。重要文化財のベルギーブリュッセル製タペストリーを伝える小山の町会所飾りなどは、人気が高く、時間帯により入場に長い時間がかかるところもある。また多くの山鉾では、小学生以下の少女がわらべ歌を歌うのが名物となっている。一部の山鉾町では、南、 観音山あばれ観音や縁の行者山小牧木などの伝統行事が、宵い山期間に行われる。巡行中に行われる両笠鉾の棒振り踊りは、宵い山でも披露される。また、前、祭り期間の宵い山と宵い山の両日のみ、露天商の夜店が出る。この両日の18時以降23時までは、市場通りとカラスマ通の一部が歩行者天国となる。 後祭り期間は全日とも、露天商の出店も歩行者天国もないが、その代わりよいよい山からの3日間、17時から22時の間、エコやタイムラが5カ所に設けられ、地元のレストランのテイクアウト食品やスイーツ、チビールの店などが出店する。後祭りは前、祭りよりも人手が少ないことが予想されるため、2014年はスタンプラリーを行い、大人は手拭い、子供は、 クリアファイルをもらえる企画を行った。宵山機関、一部の旧家や商店では伝来の屏風等の花宝を通りから見えるように展示する。この行事のことを屏風祭と呼び、宵山そのものを屏風祭と呼ぶこともある。保護、引山の配管宵山機関は、北観音山を除く保護、引山の上に一般客が登場することができる。ただし、なぎなた保護と、 放火保護では、女人禁制を今日に伝えているため、女性の登場はできず、懲戒所の2階までの配管となるほか、持中の人の登場の自粛を呼びかけるところもある。配管期間は、よいよい山から酔い山の間が多いが、一部、引き染めの日の夜から登場可能な保護もある。登場料金は、配管料として金額があらかじめ決まっているところ、しまきやガイドブックなど何かをその保 引山の販売所で買えば、サービスとして登場できるところ、前述の引き染めに参加した人は、無料登場できるところ、配管料も決められているが、指定されたものを買っても登場できるところ、再選だけで登場できるところがある。岩戸山では、その他に T シャツパスポートと称して、販売している T シャツを、配管受付で提示するか、その T シャツを着用していると、 その年も翌年以降も何回でも登場できるというサービスを行っている。一般的に市場通りや室町通りの保護は混雑し、新町通の引山は比較的空いている。メディアを再生する市場通りを東へと進む北観音山祇園祭りのハイライト。7月17日の新興祭で街中のお旅所に、三越でお出ましに、7月24日の観光祭で、 神社にお帰りになる身体の通行の前に、町衆があらかじめ町、通りを清めるために始められた。そのために7月17日の前、祭りと7月24日の後祭りの2つの巡行が生まれた。もともとは付け祭りだったが、町単位で山ぼこが出されたため、各町が税を競い合うようになり、軽の町衆の財力を背景に、こちらの方がはるかに大規模で豪華になった。 山ぼこ巡行は、交通規制の都合により1966年より、後祭り巡行も17日に統合されたものの、2014年に急に復した。山ぼこの数は現在は33期で、これも時代によって変化している。山ぼこ巡行のコースは時代によって大きく変化している。1955年までは、前祭りは市場ガラス丸を出発し、 寺町2から松原2を経てカラスマまでの巡行で、後祭りはカラスマ3条から寺町2を経て、四条カラスマまで巡行した。これは、江戸時代から続く伝統的な巡行コースであった。1956年から1960年までの間、前祭りは四条カラスマから寺町通りを北上し、河原町を池から左折して、新町を池に至るコースに大きく変更された。 この背景には、京都市役所沿道に有料化難席を設ける観光目的があった。1961年からは、前祭りは市条からスから河原町通りを北上し、河原町を池から左折して、新町を池に至るコースに変更された。これは、寺町2の境愛化と観光客の増加による混雑の危険度が高まったため、 福音の広い河原町通りを巡行することにしたので、ある。1966年には、後祭りも前祭りに合同し、この巡行コースが、祇園祭りの定番コースとなった。2014年に前、後祭りが分離し、前祭りは、市場からスから、ほぼ規定のコースを踏襲することにしたが、後祭りは逆向きに、カラスマお池から出発し、河原町通りを経て、 市場河原町から市場ガラス丸を終着点とするコースを巡行することになった。合同巡行のため、後祭りの代替として始められた花笠巡行は、前後祭り分離に伴って、後祭りと同時に開催されることになり、八坂神社から市場寺町を右折し、寺町2を通って、大池2を右折し、河原町大池から、後祭りの最後尾に連なって巡行し、 市場河原町から八坂神社へ戻るコースとなった。巡行の日は早朝から書く、山鉾街では町会所などに展示してあった装飾品や身体人形を山鉾に取り付ける作業が行われる。また出発前に町会所等では神事が行われたり記念撮影が行われる。出発地点を公式に出発する時間の30分から1時間前に 町内を出発する山ぼこが多い。ほとんどの山ぼこは出発時に一旦バックして町内すべての家に挨拶してから出発地点に向かう。出発地点の手前で9時順に並び直しをする。全祭りの山ぼこはなぎなたを先頭に9時に市場ガラス丸を出発し午前中から昼過ぎにかけてコースを回る。市場ガラスマ交差点で 地ゴのなぎなたほこへの乗り込みがある。ほこのそばまでハイヤーでやってきた地ゴは、すでに神の使いとなっており、地上を歩かないことになっているため、男性協力の方に乗せられて、なぎなたほこにかけられたはしごでほこに乗り込む。市場境町交差点では、くじ改めが行われる。武行に噴した京都市長に対し、山ぼこ町の代表者が七月二日のくじ取り式で、受けたくじ札を見せ、 九時順に巡行していることを確認する。長行事役は子供のこともある。いかに格好良く不箱の紐を解き、いかに粋な格好で武行に行く字札を見せるかを書く。山ぼこ町が競い合う。確認が終了すると、町行事は扇子を使って、山ぼこに通行して良い胸の合図を送るが、これも山ぼこにより異なる方がある。柿山は、武行に、 山の全面の喧造品を見てもらうために山の回転を行う。くじ取らずの山ぼこは、武行に挨拶だけを行う。四条府谷町交差点では地獄による時だけの締縄切りがある。神の使いである地獄が太刀を使って締縄を切断して結界を解放し、新域への山ぼこの侵入を神に代わって許可する。太刀の使用には危険も伴うので、実際は、 地後の後方の大人が二人は織りのように立ちを扱う。なお、現在の形での地後によるの締縄切りは1956年から始まったものであるが、古い文献に見える締縄切りを復活させたものとされる。その他にも傘鉾の棒振り踊りなど見どころは多岐にわたるが、最も目を引く見どころは辻回しと呼ばれる鉾の交差点での方向転換である。鉾の車輪は、 構造上方向転換が無理なため、路面に青竹を敷き、それに水をかけ、その上に車輪を乗せて、引き綱を横から引くことにより、車輪を滑らせて、向きを変える。一度で転換すると、車輪や歩行本体を痛めるため、3回から4回ほどかけて90度の方向転換を行う。この時温度方は、通常の2人に加えて、前輪を股で挟んで固定する役の2人も加えて、 計四人となる。なぎなたの地後は、新町を池で矛から降り、ここで、公式の山鉾巡行は終了して各山鉾は、解散という形で、くじ順に関係なく、各山鉾町内に向かう。柿山は一部は、室町2を南下するが、背の高い矛や引山は、新町2を必ず進む。新町2は、矛の巡行に備えて、 一切の通りを横断する電線がないが、他の通りには電線があるためである。昔ながらの幅の新町2を次々と鉾が通過していくため、道路の端にいてもすぐ近くを車輪が通過していき、迫力があり、新町通りで巡行を見るファンも多い。林のある鉾や引山では、町内に到着すると祇園林が到着、終了の曲となる。 林の最後は、多くの矛で、横笛の和音で終了し、付近の観客からは、拍手が起こる。その後に、後祭りの南北観音山では、柳の木の枝を、役除けの縁起物として、付近の人に配る。縄を配るところもあるが、山に立つ松は最悪を吸収しているとして配ることは、ない。後祭りの山箱は7月24日の9時30分に、カラスマお池を出発し、 前祭りの逆コースを行く。生地語の乗る矛がないため、締め縄切りはない。くじ改めは京都市役所前で行われる。以前は、巡行時に矛の上から生やし方が血巻を監修に投げていたが、血巻を取り合った観客が怪我をしてからは危険とされ、現在は禁止されている。この血巻は、薬除け用として作られており、笹の葉の中に餅は入っていない。 近年になって一部のホコマ町が食用のちまきも販売しているが、極一部に止まっている。なお、気温祭りに由来する祭りである大津祭では、現在でもちまき投げが行われる。林方になるためには、ホコマ町の住民の男子であるか、またはホコマ町以外でも、現役の林方の推薦を受けた子供に限られている。2011年現在では、 学区の統廃合で一部の学校はなくなってしまったが、昭和の時代には、明林小学校や本能小学校等の地元の男子児童で、保護の生やし方であることも普通に見られる光景であった。山ぼこ巡工時の山ぼこの引きでは、町内の住人であったり、学生アルバイト、留学生、ボランティアなど多岐にわたる。もともと柿山には、車輪がついておらず見こしのように肩に担いでいたが、 都市化により担ぎ役となっていた力自慢の近隣農家が減少し、担ぎ手の確保が困難となったため、1963年に安政山が初めて車輪を取り付け、各巨山を最後に現在は全て車輪付きとなっている。それでも、巡行の要所では、今でも山を担いで回転させるパフォーマンスが見られる。巡行終了後、各山鉾町に戻った山鉾は即座に解体。 収納される。巡航中に液心を引き受けた山ぼを即座に封印するためという説がある。山は数時間で解体、収納が完了するが、ここ、引山は2日間かけて解体、収納するところが多い。ただし、大船ほは、ほが立つ新町通りをその日の夜に観光祭の三越と魚が通過するため一日で解体するほか、2022年に、 復活予定の溶山も大船鉾と同じ理由で1日での解体となる予定である。山鉾巡行が行われる通りでは、道路の設備も山鉾の通過に対応して設計されているのが特徴である。一例として信号機は山鉾が通過の際に接触しないよう、容易に折り曲げができる構造になっている。山鉾巡行の当日の朝、自動車の通行規制が始まると、 高所作業車が何台も出て、一つ一つの信号機を折りたたんでいき、巡行で最後の山ぼこが通過し終わると、山ぼこを追うように再び高所作業車が登場し、これまた一つずつ信号を元の位置に引き出して復帰させていく。また、背の高い矛が通過するため、道路を横断する電線が全くない。山ぼ巡行を見る、ポイント山ぼ巡行に関わる、人々山ぼ巡行に、 直接携わる人々は、林方の一部の例を除き、現在でも全て男性のみで構成されている。こちらが、本来の神社の中心行事。八坂神社から中行座神よ、東御座神子、西御座神子の大御子三期に召した神々が書く、宇治小町を通って渡る神事。7月10日に、鴨川で御子洗いの神事の行われた後、八坂神社の前殿に、 三越三期は安置される。7月15日の宵い宮祭りで三越に御霊が移され、7月17日に新興祭が行われて、四条寺町にある小旅所に観光祭の行われる7月24日まで、三越が滞在する。974年に小旅所を朝廷より賜り、行われるようになった。また、子供三越である東若雄座信与も参加する。振興祭は、 朝のみやびやかな山ぼこ巡行とは、打って変わって、遊国より行われる御子と魚は有層豪快で、荒々しいのが特徴である。三期の大御子を、総勢千人以上もの有毛な男たちにより担ぎ、揉まれて、御子が暴れ狂う様は圧巻である。いわゆる暴れ御子というものである。神社からの宮出しを完了した三期の大御子と一期の子供御子は、 基本石段下交差点の楼門前に集結しての揃い踏みにて、三越前期連合で郵送に担ぎ上げられ、練り暴れて、楼門前は完成に湧き返る。その後は、三越はそれぞれ別ルートにて、お旅所へ向かう。朝に、山鉾が動く、美術館の名を欲しいままに巡行した、当時を、今度は、三越が郵送に練り暴れながらの登業を行い、市場寺町のお旅所見入りにて、 新交祭での最後の豪快な練りを披露する。見越のお旅所中古市中に、誰とも言葉を交わすことなく、一晩で七度、お旅所に参詣すれば、願いが叶うという、無言参りという、観光祭は、見越と神々が、お旅所から書く、宇子町を通り、祇園祭発祥の地である、極く舎に立ち寄って、八坂神社へ帰る神事。今度は、 山鉾町をも含めた八坂神社の広大な宇治湖地域を練り暴れながら八坂神社に宮入りを行う。八坂神社での宮入りでは、毎殿の周囲を参集する拝殿回しを行い、御し三期がここぞとばかりに力を振り絞りながらの郵送豪快な最後の練りを披露する。毎度の前にて、御しの最後の暴れながらの揉みが終わり、御しが マ殿に挙げられ安置される時計台は消灯され、漆黒の闇となり、御霊写しが行われ、三越に乗せられた祭人が本殿に戻され、三越渡御は静かに終了するのである。7月28日の三越洗いでは神社に戻った後、三越は新横に収められる。なお、祇園祭りの三越を担ぐ時の掛け声は、和っしょいではなく、ホイット、ホイットである。慎重に担ぐ場面では、 用差に変わる。みこを振らずに練り歩く際は、良いやっさーやの掛け声も使われる。みこを担ぐ前後には、用意とせのちゃちゃちゃさん、用差のちゃちゃちゃさん、用の掛け声で手締めを行う。また、みこを担ぐ時は通常時は肩に乗せるが、腕を伸ばして、みこを持ち上げた状態を差し上げ、差し上げた状態で右回りにみこを回転させることを差し回しという。 1966年に後祭りの山鉾巡行が7月17日に統合された後、代替として始められた行事。約1000人からなる行列である。子供御輿を先導とし、山鉾の古い形態を現代に再現したものとされる、花笠のほか、獅子舞、詐欺舞、田楽、 万堂踊り等の古典芸能や、子供大子馬を幸子、小武者等の多くの子供の参加、舞妓、芸妓や、ミスキモノ、花笠娘等の女性の参加も多いことが、山鉾巡行との最大の違いである。詐欺舞や舞、芸妓は、八坂神社に到着後、芸能の奉納を行う。八坂神社の宇治湖地域には四つの花町があるが二つの、花町が交代で参加する。 西暦紀数年は、ポント町が、歌舞伎踊り、祇園東が、小町踊りを、多摩数年は、宮川町が、根ンチ祇園度、祇園後部がスズメ踊りを奉納する。京都、織物卸商業組合が中心となって、八坂神社の宇治子地域にある四つの花町の、お茶屋組合、各種行事の保存会や八坂神社の諸組織、山ぼこ保存会などが共同で、 花笠連合会を作って行っている行事である。当初の巡行コースは、八坂神社市場河原町河原町及池寺町、及池市場寺町八坂神社であった。2014年から、後祭りの山ぼこ巡行が復活した後も継続され、一部で、後祭り山ぼこ巡行の後に連続して、巡行できるように巡行ルートを、それまでの逆コースに変更し、 八坂神社市場寺町寺町大池河原町大池市場河原町八坂神社となった。寺町大池から市場河原町の間は後祭り山ぼ巡行の後に連続して巡行するようになる。2018年の花笠巡行は記録的猛暑により花笠巡行に多くの子供が参加しているため熱中症の危険性を配慮して中止となる。 猛暑を理由とした行事の中止は初めてである。本社新予の3期については、原独年間頃より三条大村の有志が三条大、若中を組織し御し塗業を行ったものに由来するが、後に中御座新予を除く2期の御し塗業は、他の地域により行うようになった。2000年に中御座新予の金箔が張り直されたほか、翌年には、東御座御しさらにその翌年に、 西小座御子もそれぞれ金箔が新調された。灯籠山鉾はその形から5つに分類される。数の多い順に、柿山、鉾、引山、船鉾、笠鉾である。2008年の山鉾巡行の際、河原町大池の辻回し手前地点で計測された、山鉾の重量は月鉾で12トン弱。その他の鉾、引山は10トン前後引山としては、 小型の岩と山で8トン余り。柿山は最重量が灯籠山で1.2トン、最軽量が占い出産で510キログラムほどであった。笠鉾は台車を含めて400キログラムほどの重量であった。胴体は巡航の時だけ最も高級な喧装品で飾られ、宵い山機関は略式の喧装品に変えるか、全く何も飾らず骨組みのままの場合がある。 山のご神体人形や献贈品は、宵い山機関は、懲戒所内に飾られる。悪天候の場合は、献贈品をつけず、縄文入りの雨いけの多いを回し、人形や身体を取り外して、略式の巡行とすることもある。ご神体人形を乗せ、それによって、中国や日本の古事、洋曲などの一場面を見せる趣向を、主とし、人が書いて巡行する。ご神体人形には、 橋弁慶山のご神体を除き赤傘が掛けられるが、各居山の実油紙の屋根が掛けられる。山の上には布で織った籠を伏せておき、山に見立て、そこから松を立てて、液心のよりしろとする。山には前面に穴を開けて、洞に見立て、中にご神体人形等を入れることもある。真松には山ごとに異なる数の鈴を吊るすことが多いが、 かつ、火に見立てた金属板を吊るす山もある。妄想さんは積雪を表現した綿を松に乗せており、安政さんは、酔い山期間に、町会所で販売され、願い事を書いて奉納された恋愛成就の絵馬が多数吊るされる。山の胴体には、染色品、刺繍、タペストリー等の建造品で飾られる。なお、上に山を作らず、ま松も立てない、橋弁計算。 上苗山、灯籠山は厳密には屋台という形式になる。牧という中心の柱を液心のより白とし、それが大型化して乗り物となり、茅誉や生やし方を乗せる形となったものである。牧の先端には、穂古という穂古ごとに異なる形のシンボルが取り付けられている。その下方には、天皇人形という小さな古神体人形が取り付けられている。その下方には、 シャグマという名で作った突起状のものが作られ、矛により数が決まっている。シャグマの中間に榊が取り付けられる。多くの矛は薪の両側に突き出るように取り付けられるが、観光矛のみ円形に取り付けられる。大屋根は千鳥ハフのつま入りとするが、菊水矛のみ、東ハフである。上院登場部は50人ほどが詰め合って乗り込め、林方などが乗り込む。最前部には、 なぎなたほのみ、生ちごが、それ以外のほは、ちご人形が乗る。胴体は、喧騒品で飾られる。胴体の下方には、石持ちという巨大な角材がある。石持ちにより、ほの重心を下げている。車輪にはクッションに相当するものがなく、縄で結ぶだけの重構造により、衝撃を少しは吸収している。上院登場部の床には、蓋があり、 開けると基礎部の内部に出ることができ、巡行中に、矛の乗り降りをする休養ができた際に使われる。屋根にも穴が開けられており、屋根型の乗り降りに使われる。いずれも前祭りのなぎなた矛、かんこ鳥鳥コ、月コ、菊水コ、放火コがこれに該当する。矛同様に車輪を付け綱で引いて動かし、矛のように生やし方も乗せている。矛との最大の違いは、 屋根の上に柿山同様に真松を建てていることである。後祭りの曳山の松には木彫の鳥が取り付けられる。初期の曳山には屋根がなく大きめの柿山に車輪がついているような形で、山の上は柿山と同じように、御身体人形にちなむ一場面を見せる趣向であった。林方を雨や夏の日差しから守るため、簡略な日よけを設けていたが、完成年間に岩と山が、 ココと同型の屋根付きに改造されたのをきっかけに、他の引山も次々と屋根付きに改造された。現在の引山は、ココ同様の姿であるが、巡行中に、コのようにチ後人形を乗せず、ご身体人形を上院登場部に乗せている。岩戸山は、屋根の上にもご身体人形を安置する。全祭りの岩戸山、後祭りの北観音山、南、観音山、 溶山がこれに該当する。矛というが薪を立てない点で、他の矛と一線を隠し、形が船という独特の構造をしている。独特な形の複雑な屋根を持つ。巡行中は、矛上に五神体人形を安置するところは、矛よりも引山に近いが、ままつを持たないので、山ではない。分類では屋台として分けられている。船体軸部の中央方向に、 X 上に交差した二重の木付きを設けて、衝撃を吸収し、巡航中の変形、転倒を防ぐ、合理的な構造になっている。江戸時代前半までは長い帆柱を立てたと言われ、今はその代わりとなる竿に吹き流しをつけ、線尾に新門を染め抜いた旗を掲げる。前祭りの船鉾、後祭りの大船鉾がこれに該当する。踊りの列や生やし方を有し、 それらが大きな傘である矛と一体で歩く、行列である。矛に乗ることはできないが、矛の古い形態と言われる。ただし、綾笠矛は、北観音山の旧大社を譲り受け、1834年から1864年まで、A 矛型で巡行に加わっていた時期がある。また、綾笠矛には地語6名も参加するが、なぎなた矛の地語と異なり、地上を歩く。 全祭りのあやかさほこ、市場かさほこがこれに該当する。全、祭り船ほこ祭り委員は、くじ取らず。休み山食べ重なる大火や各、山墓町の事情によって、現在は巡行していないが、宵山期間に残された、ご神体や宝物等を展示する、巨彩を行う山墓。大火で木造部や宝物を消失したり、町の借金返済のために宝物を売却したりして、 巡行ができなくなり、旧山が発生する。なお、かつて存在したことが記録に残されているだけで、い、祭りを行っていない山は休み山とは言わない。かつては、焼け山といった。第二次世界大戦後、菊水保古綾笠保古灯籠山、四条笠保古大船保古溶山が相次ぎ復興したことにより現在は一つの山だけが残されている。太字は、 9時取らず、前、祭り後祭り2013年までの先、祭りと後祭りの合同巡行時は、先祭りの行列の終了後に引き続いて、後祭りの巡行を行っていた。そのため、後祭りの山ぼこが、全体の23番目より前に巡行することはなく、逆に先祭りの山ぼこの巡行順が、全体の24番目以降になることもなかった。最近の例を、 一覧表によって示せば、次の通り。九字取らず九字は、すべての山ぼこが引くわけでなく、九字を引かないでも、あらかじめ順番が決まっているものもある。これを、九字取らずという。時代とともにその数と順序に変遷があるが、現在、前祭り、後祭りともに5期の九字取らずがある。全祭りにおいては、先頭のなぎなたほこ、番目のかんこほこ、2番目の放火ほこ、 22番目の岩と山、23番目の船鉾、後祭りにおいては、先頭の橋弁慶山、2番目の北観音山、6番目の南観音山、10番目の洋山、11番目の大船鉾が九時取らずである。後祭りは、従来、先頭の橋弁慶山、最後尾の大船鉾、その一つ手前の洋山だけが九時取らずであったが、 昨年で出る申し合わせだった2基の観音山のうち、南観音山が、大火の被害甚だしく、不出となった折、北観音山が連続して、巡行に出で、その後南観音山が復帰した後も、両観音山は同時に参加することとなった1872年以降、先頭に北観音山、最後尾に南観音山を配置し、これらをくじ取らずに加えた。しかし、 142年ぶりに、大船鉾がからびつで巡行に復帰した2012年に、くじ取らずの順序の見直しがなされ、後祭りの先頭は140年ぶりに、橋弁慶山に戻り、2番目が北観音山、最後だった南、観音山は6番目に移り、かつて後祭りの最後に巡行していた大船鉾が、復活後も最終に巡行することになった。二千十九年に、 溶山がからびつで巡行に復帰したが、かつてと同様に大船鉾の直前を行くくじ取らずとなった。また、くじ取らずではないものの、注目の鉾がくじによって連続しないよう一種のシード性を取り、限られた巡行順の中でのみくじによって位置を入れ替えるものもある。すなわち、月鉾、菊水鉾、鳥鉾の3機の鉾は、巡行順が9番目、13番目。 17番目と決められており、仮に、ホコ1番のくじだと全体の9番目を行くことになる。同様に、あやかさほこ、市場かさほこの2つの、かさほこは、巡行順が、全体の7番目と15番目と決められており、かさほこ1番のくじだと全体の7番目ということになる。かさほこの場合は、古来かき山と同じ扱いでくじを引き、そのたび、 不規則に位置を変える習わしであったが、1996年に、笠鉾のくじが新設され、以来現在の形となった。以上より、くじ順の実際を整理すると、例えば、山7番を引いた場合で言えば、先頭を行く、なぎなた鉾の次に、山1番の柿山が全体でいう2番目に巡行し、その後にくじ取らずの観光鉾と、鉾1番の鉾、 傘サ一番の傘サが入るため、全体では十一番目の巡行ということになる。山マの運営基地となる建物。山マ町の事務所として、山マの収納、ご神体の安置、気温林の稽古場、建造品の転換、需要物の販布など、様々な用途に使われる。普通の町屋と並んで存在するものは、表胸型町会所と分類され、なぎ型保月保 船鉾、放火鉾、北観音山、南観音山、山伏山、橋弁慶山、安政山、各居山に古式なものが残る。大型の鉾、引山の場合は、奥に立派な土蔵を備えている場合が多い。また、表通りから狭い路地を通った奥に会所があるものは、奥胸型町会所と分類され、柿山の町に多い。古式なものは、縁の行者さん八幡山、八和山、 小井山、荒れ天神山、孟宗山、鈴鹿山、占い出産の町内にある。祭礼期間以外は適宜な棚子に賃貸され、商家として利用された。江戸時代には、上湯床となっていた場合も多い。明治維新以後、町会所が所有者不明として就航され、山鉾の運営に急することになったり、会所の所有権をめぐる争いが長引いて、山鉾が出せなくなった事例もある。 長期にわたる中絶の後に復興した菊水保護では町内の混合農学堂を会所の代わりにしていたが農学堂の移転によって跡地に建設されたマンションの2階を町が購入し会所として利用している。保護本体は1967年に京都市南区東区上南川部町に新築された収蔵庫に保管されている。 また2014年に復興した大船鉾では、2016年に、旧町会所に近い古い町屋を購入、改造して、町会所としている。なお、戦後の変革で、町会所を失った山鉾のために、京都市は1968年、八坂神社に隣接する演山公園の一角に、祇園祭山鉾館を設け、山鉾の収蔵庫として利用されている。ここには、岩戸さん。 孟総山、黒主山、上妙山、大使山、油天神山、角巨山、白河山、足刈山、徳佐山が収納されている。山鉾の運営を支えるために、豊臣政権下で制定された制度。山鉾町周辺の特定の町や土地を指定し、課税に順じて各山鉾の運営資金、地の口前を徴収した。町町への負荷は、最高は、三井余り、 最低は一等以下とばらつきが大きいが、早くから勤労になっていたものと思われる。宿利基調は、山ぼこの運営には、直接関わらないが、山ぼこ町より地巻などが送られた。1872年、宿利基調制度が廃止されたため、祇園祭りを維持する目的で、八坂神社のうじ子を母体とする。 生成校舎が結成され、三越都業、山鉾巡行を経済的に講演することになった。宿り基調制度廃止後も、山鉾町との関係を保っている旧宿り基調もある。宿り基調一覧祇園祭には、地獄が参加する。現在では唯一、生身の地獄が乗る。かつては、船鉾、大船鉾を除くすべての鉾に10歳前後の少年が、地獄として乗っていたが、現在は、 なぎなたほこ以外は人形になっている。諸行時の一行の食事代やファイヤー代、各所への心付けやお供えなどの諸費用は、ハゲの分も含めて全て地獄を出した家の負担とされているため、2000万円とも言われる費用がかかり、かつ地後の自宅に神事を行うためのとこ間があることが条件となる。そのため、京都市内の資産家等の家庭から、ハゲと呼ばれる。 ケラ役の少年2名と共に選ばれ、祭りの年の6月頃に発表される。非常に費用がかかり誰でもチゴになることが困難である。ため、祭りや伝統行事の維持に協力的な資産家に役割が集中し、チゴの親も何十年も前にチゴであったり、兄弟が数年を置いてチゴになったりする例がある。このような例は、青井祭りの採用代役にも見られる。 ハゲはチゴを出した家が決めることもできるため、多くがチゴの友人か兄弟である。かつては、なぎなたほこ町の町内からチゴは選ばれたが、現在は大抵町外の資産家の子息であるため、6月下旬に形式的に町内の代表と養子縁組をする。また、7月1日の祭りの開始に向けて、各所への挨拶もあり、作法や儀式の学習、ちご前や、 乗馬の練習などが開始される。衣装類は正式な発表時には揃えられていると言われる。7月1日のお先道を皮切りに、数多くの行事に舞台化粧と同様の白塗り化粧で登場。7月13日午前中の地獄社さんでは仮犬に金の絵星で登場。生後位、少々、十万国大名の位を授かる。 これは高い頬の上から基人を見下ろしても不尊にならないようにするためと言われる。これ以降は神の使いとされ、食事の用意などに女子の手を一切借りず、食事も他の人とは別の日で作ったものを取る。また、公式には地面を一切歩かないことになっており、公式行事の際には人前では絶対日常を歩かない。巡行当日に、 なぎなたほこに乗降する際は、男性の肩に乗せられて、なぎなたほこに取り付けられたはしごで乗降する。そのため、あまり肥満していないことも地後の条件となる。ただし、14日の古式一里塚松飾り式は、八坂神社側の公式行事でないため、地獄、ハゲは、和装ではあるが無冠かつ薄化粧で現れ、かつ、地獄社ん後であるが地上を歩き、この日から16日まで、 飛行式に、八坂神社を参拝するが、この時も、薄化粧で地上を歩く。7月17日の山鉾巡行では、禁断の振り袖に、門ンの袴鳳凰の天眼で登場、ハゲを両脇に従え、矛の中央で血ごまいを披露する。巡行後はすぐに、ハイヤーで、八坂神社に向かい、聖五位、少々、十万国大名の位を返上し、 神の使いから普通の少年に戻る。お蔵らい返しの儀と呼ばれる儀式である。この際も、古式一律か松飾り式と同様の薄化粧、衣装で地上を歩いて本殿に参入する。儀式後に、南老門を出て、ハイヤーに乗る前に、地子たちはマスコミからの取材を受けることが通例となっている。制服6人出る。一般から公募されることが、なぎなった誇こちごとの大きな違いである。 なぎなたほこのちごとことなり、多額の費用はかからないとされ、数年先まで希望者が決まっているとされる。また、社産と巡行が主な仕事。巡行では、各自主産を差し掛けられ、一列になって、林方の前を歩く。近世以前の画像資料によっては協力の方に担われているものも見られるが、現在は終始徒歩で参列する。7月7日のちご社産の時に、 戦場を受けて、神の使いの認証を受ける。かつては、あやかさほこと同様にチゴが出たが、現在は途絶えている。道中で踊る児童らは、かさほことくの棒振り囃子をする踊り方であって、チゴではない。あやど国中神社のうじこから毎年二人が選ばれる。八歳前後の少年から選ばれる。こちらも、舞台化粧と同様の白塗り化粧で登場。 額に黒と白の点をつける。7月13日午後の、チゴ社さんでは2名揃って、白のカリキヌに、紫門入りのくくりばかま、金の絵星で登場する。新交祭観光祭では1名ずつ登場。衣装は同じだが、チゴ天眼をかぶり、胸に、国中神社のご神体である木彫りの馬の首を胸に、かけ、馬に乗って、スサノーソンの網玉が沈まる。 中魚座信与の先導を務める。信仰祭に先立ち、八坂神社で行われる神事により、駒形地子は、須佐農村の荒見玉の静まる、ご神体と一体となり、地子自身が神の決心として、役目を終えるまで、一歳地に足をつけずに務める。通常は、神社の境内では、なぎなたほこの地子は元より皇族であってもおげばしなければ、ならないが、癖駒形地子は、 八坂神社境内に入っても下馬せず牙のまま本殿に乗り付ける。お迎えちょと花笠順行には白塗り化粧をしてカラフルな水管を着た少年三名が馬を察知号として馬に乗って登場する。祇園祭りの中では様々な古典芸能も上演される。詐欺前は白衣の羽をまとい、私有の詐欺に扮した成人男性の舞手二人が林に合わせて優雅に、 舞踊る、郷土芸能。約600年前に存在した、笠詐欺鉾の周りで回れていたが、江戸時代中期に途絶えた。1956年に詐欺舞保存会が、祇園祭りの詐欺舞を伝えていた島根県津和の町から、舞を逆輸入して復活させ、経費を宇治子組織が負担して、八坂神社境内で奉納されていた。詐欺舞は、山口市、片上市にもある。 戦争時の白鷺の舞も、これを参考にした。通常は、酔山の7月16日と山ぼ巡行、新公祭の7月17日、花笠巡行、観光祭の7月24日の3日間、八坂神社境内で奉納されるが、2006年以降は、鷺舞保存会と神社、宇治子組織の対立が深まったために行われず、代わりに、事故の小鷺踊りが奉納された。 蒸気の詐欺舞をアレンジした新しい郷土芸能。蒸気と同様の白犬の羽をまとい、白塗り化粧をした、小学生くらいの少年少女6名が優雅に可憐に舞い踊る。通常は、7月10日のお迎え、長賃、7月16日の宵宮神賑やか、放納神事と7月24日の花笠巡行に登場。2006年以降は蒸気の事情により、 大人の詐欺舞の代役を務めるようになった。小詐欺踊りは、津和野町、片上市にもある、元禄時代に起源を持つ少女の踊り、近代に入って中絶したが、1962年に白峰神宮で復活した。祇園祭では、7月10日のお迎え長賃では、小学生くらいの少女が、7月24日の花笠巡行では、祇園東の芸舞子が、 いずれも、玄独風の衣装、髪型、白塗り化粧で、天下に可憐に舞い踊る。1957年に、祇園祭、復活10周年を記念して創作。7月10日の、お迎え、超鎮、7月16日の宵い宮むにぎやか、奉納神事に、一般的なお揃いの浴衣を着て白塗り化粧をした、小学生くらいの少女多数が可憐に舞い踊る。岩見かぐは、 岩見地方に伝わるエンターテインメント性の高いかぐら。1973年以降毎年、通常7月16日の宵山に、八坂神社境内で奉納され、御祭神、佐野の山田のおろち大寺をはじめ八坂神社や、京都にもゆかりある、神話劇が演じられる。当時の八坂神社の名誉偶児作詞の歌詞をもとに1968年に創作。 7月24日の花笠巡行に一般的なお揃いの浴衣を着て白塗り化粧をした小学生くらいの少女多数が可憐に舞い踊る。市内には花街が6カ所あるがそのうちの神社に近い4カ所のうち2カ所ずつが交互で花笠巡行で踊りを披露する。2015年は花笠巡行50周年を記念してすべての花街が参加した。気温田楽は 平安時代の平野清盛の田楽奉納の古事に基づいて復元された。那智田楽などを参考に、8人の女性からなる、八乙女の踊りとして、詐欺舞保存会の神、沢和明が振り付けした。1978年から、手塚山短期大学の学生サークル、田楽同好会の女子学生により演じられてきた。1998年、同短大の規模縮小によって、 電学同好会の活動が困難になることを見越した、同好会長が、手塚山大学の森永道夫教授を訪問し、大学で活動を継承する運びとなった。それにより、1999年、森永道夫教授を顧問として、手塚山大学において、学生同好会として、電学座が設立され、同短代の電学同好会の活動を引き継いだ。 伝学座の立ち上げの実務には、大学院生が当たり、森永教授の講義を受けた、大学院生、学生らをメンバーに募った。踊り手は女性に限られたが、男性も、超鎮持ちなどの役で行事に参加した。宵山の7月16日と山ぼこ巡行、新交祭の7月17日は、八坂神社境内で奉納し、7月24日は、 花笠巡行の行列に参加した後、八坂神社境内でも奉納していたが、詐欺舞と同様に、2006年の祭礼を最後に断絶した。7月24日の花笠巡行に、癖六歳保存会が参加している。1974年まで、三越渡御にあたって、六原弓山地が、玄市という武者行列を出していた。甲冑をまとい、頬あたりをつけて顔を隠し、 腰に綿入りの太い紐を結んだ姿で中世まで祇園者の役人として楽中に脅しを振るった犬新人の伝統を継承したものであった。戦後は地元の旧家の中学生ぐらいの世代の男子が参加していた。現在は三越渡御機関に地元の旧家で甲冑の陳列が行われている。町屋より薙刀鉾を望む。婦人並びに奇中のものは 国上には上がれない。江戸時代初期まで女性が参加していたことを示す資料が残っているが、江戸時代中期以降は女人禁制とされてきた。これは女人禁制を解いて女性が矛に登った際に矛が倒れて怪我人が出たり巡行不可能になったことが何度かあったためとされる。現在もほとんどの山矛は巡行時の登場者や引き出の女人禁制を守っている。 宵山機関の保護の配管登場は、女人禁制の解除が進み、現在は、なぎなた保護と放火保護を除き女性も登場できる。また、女性の参加を希望する山ぼこ町がいくつかあり、2001年に書く山ぼこ町の判断で祇園祭り山ぼこ連合会に届け出るという形で女性の参加を容認する方針が決まり、南観音山で2名。 韓国保護で3名の女性林方の巡行参加が認められた。なお、女性のみによる祇園祭参加を目指して、1996年に平成女保護生音会が結成され、林方ばかりでなく自前の保護を建造するなど活発な活動を続けている。しかし、平成女保護の山保護巡行への参加は、前例のない新規の保護であることや、地元となる町内会、 宿り基調がないことなど、大きな問題がまだあることから、実現は困難である。気温祭りのうち、とりわけ、出し、林といった山ぼこ巡行に関する要素は、これが、都において、町衆町人階層が取り行う、最も華やかな祭礼行事であるところから、その強い影響が、全国各地の祭礼、とりわけ城下町などの町人が行う祭礼に広く、伝播している。 また、祇園祭という名称自体も、同祭人である、五津天皇や須佐皇を祀る各地の謝辞祭礼の名称として、また、単に夏祭りの名称としても、全国各地で広く用いられている。同一祭人を祀る祭礼や、祇園祭りの影響が見られる祭礼を、網羅的にここに列挙することは、その数があまりにも多すぎて、現実的ではないので、ここでは、 祇園祭という名称を持つ各地の祭礼の一部、及び明らかに、祇園祭りの極めて強い影響を受けている各地の祭礼の一部を例示することとする。五頭天皇、須佐野を祭る祭礼については、天皇祭も参照のこと。また、祇園祭りの具体的影響については、各地の祭礼の記事を参照のこと。ウィキニュースに関連記事があります。女子学生250人が、 北光き、京都、祇園祭りウィキトラベルには、祇園祭りに関する旅行ガイドがあります。ありがとうございます。